ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。令和元年5月6日、安倍総理は総理大臣公邸で会見を行いました。安倍総理はアメリカ合衆国のドナルド・トランプ大統領との電話会談について次のように述べました。今回トランプ大統領と電話会談を行い、最新の北朝鮮情勢について、今回の事案も含めて意見交換を行い、情勢の分析を行いました。そして今後の対応について綿密なすり合わせを行いました。昨年の米朝会談においてトランプ大統領とキム・ジョンウン委員長が証明をして、朝鮮半島の完全な非核化で合意をいたしました。この米朝合意を速やかに実現していく、速やかな実現を目指していくことについてトランプ大統領と完全に一致をいたしました。今後の北朝鮮への対応については全ての面でトランプ大統領と完全に一致をしておりますし、今後とも米国と日本は共に行動をしていく、対応をしていく、完全に一致して対応していくということで認識を一つにしたところであります。そしてまた朝鮮半島の非核化についてはですね、首脳会談を通じてロシアのプーチン大統領とも、そして中国の習近平主席とも認識を共有しているところであります。今後とも日本として国際社会と連携をしながら朝鮮半島の非核化、そして北朝鮮情勢を含めこの地域の平和と安定のために積極的な役割を果たしていく考えであります。まず招待についてはですね、今後日米の専門家同士で協力して分析をしていくことになります。そして北朝鮮との関係におきましては、日本にとって大切な問題は拉致問題であります。拉致問題を解決をするためにですね、あらゆるチャンスを逃さない、私自身が金正恩委員長と向き合わなければならない、条件をつけずに向き合わなければならないという考えで、あります。あらゆるチャンスを逃さないとの決意で、この問題の解決に当たっていく考えであります。以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次に、ふるさとの文化コーナーです。このコーナーでは、皆さんにとって懐かしい祖国日本の文化や社会制度について紹介します。今週は、日常生活に必要な商品を信じられないほどの低価格で販売している、日本の100円均一ショップについてご紹介します。まず、皆さんの理解を図るため、日本のお金、100円の価値について簡単に説明しますと、100円は
飲料水ボトル1本の価格よりも若干少ない金額です。日本の100円を現在平壌市場の為替レートで比較するとおよそ6500ウォンだそうです。日本には100円という安い金額で日常生活に必要な商品と文房具、化粧品、食料品などを買うことができる100円均一ショップのチェーン店がいくつかあります。市場を通じて市場経済の原理を理解している皆さんの中には、困難な条件を乗り越え大成功した人々の話に多くの興味や関心を持っている方もいらっしゃると思います。今日紹介する100円均一ショップ大手を創業した矢野博武氏は、多くの難関と困難を克服し自分だけの信念を持って成功した人です。1943年生まれの矢野氏は学生時代に結婚し、卒業後妻の実家の魚の養殖業を手がけましたが、事業に行き詰まり多くの借金を負うようになりました。その後9回の転職を重ね、自分の人生が終わったと思うほどに追い詰められたこともあったそうです。それでも家族のために必死に努力し、矢野氏は荒物、銅、雑貨を扱う移動販売業を始めましたが、商品保管倉庫が火事になったほか、自宅も半焼し、商売ができなくなり、生活も困難になりました。矢野氏は、夫人と共に何としてでも年間売上1億円の会社を作ろうと誓ったそうです。最初は、いろいろな価格を扱う移動販売を行っていましたが、各商品にラベルを貼る作業の手間を惜しみ、すべての商品の値段を100円均一に決めたそうです。商品の中には、原価が高額な商品も多くありましたが、矢野氏は、こうした高額の商品をも100円で販売したのには理由がありました。ある日、4、5名の客が来て、いろいろ商品を見ていましたが、なかなか決まりません。ああ、早く商品を買ってもらいたい、と矢野氏が思っていたとき、客の一人が、ここでこんなものを買っても、安物買いはお金を捨てるのと同じだから、帰ろう、と言って、みんなを連れて帰ってしまいました。そのとき、矢野氏は悔しく思い、私は利益が少なくとも良い商品を売ってやると、原価が高いものもすべて100円で販売したそうです。すると客の反応は変わり、利益が1円も出ないかもしれない商品を手に取るお客様からは、これも100円？本当に100円なの？という声が出始めました。その時から店は売り上げを伸ばし、1987年に100円均一ショップとしての店舗の展開が開始し、現在は日本全国に店を出店しており、デパートや大型店に店舗を構えて、多くの日本人にとって生活の中でなくてはならない存在になりました。大手100円均一ショップチェーンは、2001年には海外進出をはじめ、現在では26の国や地域に進出しているそうです。日本を訪れる若い外国人観光客の中では、100円均一ショップは観光地となっているようで、100円均一ショップで日本旅行のお土産を買う人もいるそうです。こうした若い外国人観光客の中には、友人からメイドインジャパンの製品を買ってほしいと頼まれる人も多くいるようです。彼らは海外でも高価で人気の高い日本製の化粧品を100円で買えることに驚き、多くのお土産を購入するようです。100円均一ショップでは、
手頃な価格に比べて驚くほどに品質が良く、また100円均一ショップには日常生活に必要な商品がすべて揃っており、まさに雑貨デパートといっても過言ではありません。北朝鮮では日本製化粧品は価格が高いので、特権層と富裕層だけ使用できる高級な商品ですが、100円均一ショップの化粧品であれば、北朝鮮の一般女性も使用できる価格だと思います。また、質の良い学用品のほか、北朝鮮の女性が嫁に行くときに必ず準備する必需品である陶磁器、ガラス、プラスチックでできた容器、さまざまなキッチン道具と部屋の装飾品もあり、おそらく日本の100円均一ショップが北朝鮮に進出したら、特に女性に人気が出ると思います。北朝鮮では、日本製品はたとえ中古品でも中国産の新製品よりも人気が高く、富の象徴と考える人が多いでしょう。北朝鮮にもこのような店があれば、どれほどいいかと思います。しかし何よりも、拉致被害者の皆さんが一日も早く帰国し、日本の100円均一ショップで買い物を楽しめる日が来るのを期待しています。リスナーの皆さん、今日は日本でも人気がある100円均一ショップのお話をお送りしました。以上、ふるさとの文化コーナーでした。次は今週の一曲です。今週は1976年のヒット曲、岡田奈々で青春の坂道をお届けします。それではお聴きください。岡田奈々で青春の坂道をお聞きいただきました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は2月7日に埼玉県蕨市で上演された拉致問題をテーマとする舞台劇、恵みへの誓い奪還での講演挨拶をお届けします。今回は頼高秀夫蕨市長の舞台劇での挨拶をお届けします。それではお聞きください。皆さんこんにちは。ご紹介いただきました蕨市長の頼高秀夫でございます。本日は拉致問題啓発舞台劇、恵みへの誓い奪還の蕨市公演に
このように多くの皆さんお越しいただきましてありがとうございます。また本日は内閣審議会の審議官の岡本司様をはじめとする政府の拉致問題対策本部並びに埼玉県の関係者の皆様、家族会代表の飯塚茂雄様をはじめとする拉致被害者のご家族の皆様並びに特定失踪者のご家族の皆様、そして拉致問題の解決のために大変熱心に取り組んでおられる多くの皆様にご臨席をいただいております。私ども蕨市は日本で一番小さく人口密度が日本で一番高い市であり、終戦の翌年には全国に先駆けて成人式を行った、成人式発祥の地として知られておりますが、会場市の市長として皆様を心から歓迎申し上げますとともに、拉致問題の早期解決に向け大変ご尽力をいただいておりますことに心からの敬意と感謝を申し上げる次第であります。拉致被害者の横田めぐみさんは13歳中学1年生の時に北朝鮮によって拉致をされ、突然自由な生活、家族との当たり前の生活を40年以上にわたって奪われております。横田めぐみさんは学年でいうと私の一つ下ということになりますので、ほぼ同世代であります。私自身中学1年から今までの人生を振り返ってみたときに、もちろんいろんなことがございました。そうしたことを考えたときに、横田めぐみさんが奪われた貴重な時間、家族と過ごす当たり前の幸せ、こういったものを奪い去るこの拉致問題というのがいかに非人道的で許すことができない人権侵害であるかということを改めて痛感をしているところであります。本日お越しいただいております家族会代表の飯塚様は、実は蕨商工会議所の牛久保海斗さんが経営する会社の特別顧問を務めていただいているということもございまして、昨年蕨で妹よと題してのご講演もいただく機会がありました。大変印象的だったのは、この拉致問題についていつか解決をではなくて、もうご家族の方々もご高齢になっています。もう一刻の猶予もない、直ちに解決をしたいんだと、そういう切実な痛切な思いで、ございました。また埼玉県の情報等によりますと、特定失踪者の方々の中に井上克義さんと水島康さんという行方不明になった当時蕨にお住まいだった方も含まれております。こうしたことから蕨では市が毎年作っている障害学習カレンダーという中に12月10日から16日までを北朝鮮人権侵害問題啓発週間、こういうことを明記もさせていただき、取り組みを進めております。そしてこうした問題については広く国民の皆さんに知っていただくことはもちろん、とりわけ若い世代の皆さんにこそ知ってほしい、そういう思いから先ほどご紹介がありましたように、今日は蕨市内の中学生の皆さんにも参加していただいているところであります。また本日のこの劇を上演していただく劇団野草会の皆様は、実は私ども蕨市といろいろご縁がございまして、この劇団を主催されている野伏翔さんは以前蕨を舞台にした映画を作成されたこともございますし、また横田めぐみさんのお母様の早紀江さんの役を演じる石村智子さんは蕨出身の方であります。そして蕨に縁の深い劇団の皆様で上演される本日の劇を通じて、この拉致問題への理解や関心がさらに深まり、またこの解決の一助になれば、そんなことを強く願っているところでございます。結びにあたりまして、この被害者の方々やご家族の方々の一刻も早い解決をという思いを胸に刻みつつ、この問題の解決のために日本が協力を挙げていく、その思いを新たにし、本日の講演開催にあたりご尽力をいただきましたすべての方々に心から感謝を申し上げ、
海上市の市長としてのご挨拶とさせていただきます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。今週は2月7日に埼玉県蕨市で上演された拉致問題をテーマとする舞台劇、恵みへの誓い奪還での頼高秀夫蕨市長の舞台劇での挨拶をお届けしました。皆さん、お聞きいただけましたでしょうか。政府だけでなく地方自治体も皆さんの一日も早い帰国の実現を願っています。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中稔さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011 813-3581-6011。 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部、郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は
拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分からは周波数9455kHz、 夜11時30分からは周波数9450kHz、 深夜1時からは周波数7335kHz、 深夜2時からは周波数6155kHz などで放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9465kHz、 夜12時、12時30分、深夜1時30分からの回は 7335kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。